好転している土星の衛星と思われる天体である。発見が報告されて以降再発見されておらず、見失われた状態にある。また、個体の実体を持った衛星ではなく、粒子界である可能性も指摘されている。2004年6月21日に土星探査機かシーニによって撮影された写真の中から、 カッシーニの殺像チームメンバーであるカール・マレーによって発見され、同年9月9日に国際天文学連合のサーキュラーで公表された。S2004S3 の発見のわずか5時間後には S2004S4 という別の天体が発見されており、こちらも同時に発見が公表されたが、S2004S4 は F 間の内側を回っていた。 軌道が違っていたため新しい名称が付けられたが F 管を横切るような軌道を持つ同一の物体である可能性もあるこのような天体は F 管とはわずかに異なる軌道傾斜角で交点している可能性がありその場合は管の外側と内側を行き来していたとしても実際には F 管の物質の中を通過しないことになる発見報告の段階では この二つが同一の天体なのか別の天体なのか、また個体としてまとまっている衛星なのか一時的に集まっている粒子界なのかについては不明瞭であるとされている。その後、発見から118日後の10月17日に同じくカッシーニの殺像チームによって再発見が報告され、 この時の軌道の推定から S2004S4 とは別の天体であることが明確になったとされた。ただしこの報告は2006年に行われた別の報告とは一致しない。その後再発見の試みにもかかわらず、この天体を再発見したという報告はされていない。特に2004年11月15日に行われた 4km の解像度で、 軌道全体をカバーした撮像調査でも再発見することはできなかった。そのためこの天体は一時的に集まった粒子界であり、この観測が行われるまでの間に消失してしまった可能性が指摘されている。もし S2004S3 が実在する個体天体だったとすると、その明るさから直径は3から5キロメートルで、 14100から 14600km の軌道長半径で0.62日周期で公転していると推定される。また F 間の羊飼い衛星であると思われる。ありがとうございます。